はい、どうもこんにちは、しんやです。今日なんですけど、前回グリーンスムージーの動画出したと思うんですけどね、あのグリーンスムージーが意外と野菜の代わりになるんじゃないかっていうね、そのね、検証第一弾ってわけじゃないんですけど、あのね、ちょっとしたね、ことがね、これ使えるんじゃねえかなっていうことがね、ちょっと分かったんで、ちょっとご紹介していこうかなと思います。まあ、今回飲んでるのは、まあ、同じくナチュラルローソンのグリーンスムージー、これワンデーってやつですね。あの前飲んだのはオフプラスっていうちょっとカロリーが抑えられてるやつだったんですけど、今回はまあちょっと普通のカロリー、これで言うとこれ1本で101カロリー、うん、まあまあまあそこそこな、そんなに高くもなく、低くもないっていうような感じですね。で、何に使えるかっていうと、今日見ての通り、今日は、今日のお食事、まあ、ちょっとこれオートミールなんですけど、オートミールにさらに、あの、はい、炭水化物系、炭水化物の王道と言われるぐらいのパスタ。これをね、ちょっとね、ダブルで食ってるんですけど、で、僕なんかも結構、これだけね、炭水化物食べた日って、結構胸焼けする時とか多いんですよ。やっぱり、炭水化物とか血糖値とかが、まあ血糖値が急激に上がるからなのかな。一気に食べると、その後結構胸焼けすることとか多かったんですね。あ、まあ、ちゃんとね、たまに時にはね、その前に野菜を食べて、なるべくね、血糖値緩やかにしようっていう作戦で行った時もあったんですけど、やっぱりそれでもね、お腹、なんかね、ちょっと胸焼けするなっていうことが多かったんですよ。でもね、最近試したんですけど、これ、グリーンスムージーをね、飲みながらね、これらを食べる。そうすると、わかんないです。まだね、ちょっと実験の途中っていうのもあるんですけど、意外とね、胸焼けしないかも。これだったら。まあ多分、お野菜とかでも、やっぱり一旦胃の中に入って、まず消化されなきゃいけないじゃないですか。消化されてから、まあ効力を発揮っていうか、言葉のちょっと言い方にもよるんですけど、効力を発揮しながら、血糖値をね、なるべく一定に保ってくれるみたいな。野菜が先によく食べろって言いますけど、消化されなきゃいけないんで。だけど、これだったら、スムージー系だったら、液物なんで消化も早いんですよ。ね。消化も早いから、だからそれがね、なんか胃の中の膜を覆ってくれるっていうか、なんだろう。胸焼け対策っていうかね、血糖値の上昇、急激な上昇、上がりにくくさせる対策になってるのかなっていう感じですね。これ実際これ飲んでからね、これ飲みながらね、ご飯食べてるとね、胸焼けしないんですよ、本当に。だからね、グリーンスムージーって意外とこれね、使えるんじゃないかなっていうね。まあ前にも動画で出しましたけど、あながちね、バカにできないかもしれない。もう本当にちゃんとね、野菜の代わりになってるから。これ野菜ジュースだったらダメですよ。野菜ジュースよりかはちゃんとスムージー系を買ってくださいね、飲むなら、試すなら。はい。いや、野菜ジュースとこのスムージーは全然違うんで、ちょっと前の動画でもお話ししたと思うんですけど、てなわけでね、ちょっとまあね、ちょっと実験の段階っていうか、まあ何回かね、食事した上で、まあ胸焼けしない、全然ね、これで飲みながら食べてると、食事の後の胸焼けっていうか、吐き気、ムカムカだったりともね、抑えられるっていうことがね、今の段階でね、分かってきました。まあまだね、ちょっと何回か、もうちょっとね、例えば組み合わせにもよるかもしれないので、もうご飯のね、食べ方の組み合わせによってはまたちょっと違うのかもしれないから、いろいろまたね、これからね、ちょっと試していってね、そういったね、分かったこともね、動画に上げられたらね、いいかなと思います。とりあえず、とにかくね、現段階ではね、グリーンスムージー使えるかもということでね、今回の動画締めたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。